皆さんこんにちは。大分の高っちょ親方です。今回ご紹介いたしますのは、アイドルハロプロ写真集の話題でございます。ね、お待ちかねなのかも定番になったのかわかりませんが、今回ご紹介いたしますのは、ジュースジュースの稲葉まなかちゃんです。まなかんですね。待ってました。待望の写真集、ラブリネス。これ2枚目の写真集なんですけれども、無事にですね、我が家にも届きました。今回、写真集の感想と合わせて、この稲葉まなかさんのこともご紹介いたしますので、どうかお付き合いのほどよろしくお願いいたします。まずはですね、稲葉まなかちゃんのプロフィールをご紹介いたします。1997年12月27日生まれですね。23歳を迎えました。本当にですね、おめでとうございます。ですね、23歳と聞くと、実際のところ、これ、結構驚かれるファンの方も、ネット上の反響を見る限り多いようですね。というのも、まあ、まなかんはこの、なんていうかですね、童顔であって、結構若く見えるんですけども、もうハロプロの中では、このベテランのお姉さんのですね、年齢になられたということでですね、結構びっくりされているようでございます。で、北海道出身の B 型です。いいですね、B 型。前回、椿ファクトリーの谷本亜美ちゃんの写真集でもご紹介いたしましたが、この B 型というのは私ね、実はすごく注目をしております。私自身が、まあ、正直 B 型の女性結構、なぜか好きになる傾向もございますし、まあ、そもそも私自身が B 型というのもございます。まあ、ハロメンはですね、結構 B 型の率少ないんですけれども、ただ、まあ、椿ファクトリーという枠、またこの北海道という枠を見ると、割と B 型率が高いイメージがございます。まあ、北海道で B 型と言いますと、先ほどご紹介した椿ファクトリーの谷本亜美ちゃんや、モーニング娘。20のパンダさんこと、山崎芽衣ちゃん、そしてちょっとアンジュルム脱退しちゃいましたけども、太田はーちゃん、などがですね、北海道の B 型でございます。結構個性派で正直ビジュアルも良いメンバーが揃ってるなという、まあ、個人的な印象でございます。2014年の11月に、まあ、カントリーガールズですね。当初はカントリーガールズのメンバーでした。で、その後ちょっとまあ、体調の関係でですね、カントリーガールズを脱退して、まあ、療養を経て、その後ですね、北海道の研修生の、まあ、リーダー的というか、取りまとめ役の役をやってまして、そして2018年の6月に、ジュースジュースに加入をいたしました。まあ、ニックネームがですね、マナカンというのがまあ一般的ですので、今回も私はマナカンということで呼ばせていただきます。その他にもですね、イナバッチョですね。これ同い年のモーニング娘。20の生田絵里奈ちゃんとかですね、上場軍団の鈴木啓太さんがこのイナバッチョを呼びしているなというイメージはございます。そしてこれネット上ではですね、〇〇大福という言い方ですね。例えばよさこいです。北海道で、マナカンが踊られてた時に、踊る雪見大福というね、ニックネームもネット上では見られたようです。まあ私余談ですけども、私親方は、踊る肉団子の甘酢かけというふうに自分を呼んでおります。これですね、トンネルズの生だらの角田信明さんのニックネームかパクってるだけなんですけれども、こう少しこう、ふくやかな感じで、こう、色白な感じが、で愛嬌がある感じが、まるで大福のようだということで、〇〇大福という呼ばれ方、結構ネット上ではされているイメージです。で彼女のとにかく特徴はまず一つが、ダンスがすごいんですよね。確か4歳ぐらいからずっとダンスのレッスンをしてて、もう本人も踊ることは本当大好きだとおっしゃってました。今年、まあ、フジテレビですかね、かなんかでこう、ハロプロメンバーが全員集まって、こうハロプロの中で一番こうダンスができる、メンバー誰かって選んだ時に1位がこの稲葉まなかちゃん、まなかんでした。もう本当この彼女はこのちっちゃい体なんですけどキレが良くて、ステージでも入るということでございます。でですね、さらにまあもう一つ、まあ、私の中でこのまなかんをですね、呼ぶ中でこう大事なのはですね、このあざといという言葉がですね、まず似合うなというふうに思っております。まあ、あざといというとこう計算のですね可愛さという、まあ、イメージがございますけども、まあ、まさにカントリーガールズのプレイングマネージャーされてましたベリス工房のももち、すぐながももこちゃんのももこいずも、ももちいずもですね、こう ついでるなというイメージですね。
もうとにかくアイドルはもう笑顔であって、可愛くずっと可愛くあるというイメージですね。まあ、基本的に私もあざといキャラというのは、まあ、興味が非常にありますし、まあ、正直どちらかといえば可愛いというよりも面白い、まあ、極端な話、そのアイドルというよりもこうお笑い芸人目線で、まあ、見てしまうところもあるんですけれども、まあ、私は好きなんですよ、あざといキャラというのは。ただこのマナカンの場合は、まあ、本当にあの可愛いのもあるなって、面白いのと可愛いなっていうのも両方兼ね備えていて、本当にあの注目しています。まあ、モーニング娘。2での横山玲奈ちゃんの時も申し上げましたけども、こうまあキャラというとちょっと語弊があるかもしれませんけど、こう可愛いというまあ自分の中のね、確固たる信念を持ってですね、こうずっとそのキャラで貫くという姿勢はですね、本当アイドルというかプロ意識があって、私はそういうのを応援したくなります。ということで、こうマナカンはですね、とにかくまあ私の中では、可愛いなというイメージも、それだけと言ったらですけども、可愛いのイメージがあるメンバーでございます。続きまして、まあ私と、まあ、マナカンとのですね、まあ出会いと言いますか、実際に生でこれまで拝見したことあるのは2回ございます。いずれも今年2020年、そして同じ福岡で実はまあ生のパフォーマンスを拝見しています。いずれもハロコンでして、夏と秋それぞれ1回ずつ拝見しております。いやーね、ほんとマナカン、ほんと会いたかったんですよ。こう生でですね、この可愛らしさというのをこう体験したいなというふうに思っていました。実際こう歌っている曲も、まあ、川島愛さんの曲などですね、ほんと女の子らしいこう元気が出る、こうニッコニコするですね歌で、もう私もね現地でうっとりしました。まあ、ね、ちょっと距離が遠かったんですけども、それでもやっぱりこうニコニコ笑顔で可愛らしいなっていうふうな印象はもう現地でも変わりません。そしてですね、まあ夏の時はですね、スカートがこう、まあ、なんていうかですね、こう赤と緑のこう、パステルというか濃いビビットカラーのこう、まだら模様のですね、スカートで、まあ個人的にはカゴメのですね、野菜生活のパッケージのような、もうね、鮮やかな色でした。まあカゴメといえば本当はビタミン、ビヨンズのですね、ビタミンミーなんですけれども、やっぱりこう生で見てもこう、元気づけられる、笑顔になれる、そんなまあ、マナカンをですね、今年見ることができたのは本当に嬉しかったです。続きまして、まあ、いよいよ本丸といいますか、本編のですね写真集のご紹介をいたします。今回2枚目の写真集、2年ぶりに出されたということで、ラブリネスという、タイトルでございます。発売が2020年の12月27日、まあ、まさにマナカンの23歳のバースデーに、発売されました。ハッピーバースデーおめでとうですね。まあまあよくハロープロでもありますけども、いわゆるは誕生日のご祝儀的な写真集でもございます。で、この稲葉マナカちゃんですね、まあ稲葉ということで、まあ、注目するべき Today's Hot Number、 ですね、ハートキャストでイザベスさんのラジオではないですけれども、注目が、稲葉ということで178ですね。まあ、ビーズのですね、稲葉浩志さんも、まあ、178で稲葉でございますけれども、今回その写真集の予約や購入について、ネット上であったんですけれども、なんと、この写真集、178冊予約、購入された方がいらっしゃるという、とてつもない情報を入手しました。確かこれ全部買ったら領収書がなんか55万ぐらい請求が来てたのをツイッターで見たことがございます。しかもこれですね、一人ではないようなんですよ。複数名、178冊大人買いされているという、まあとてつもない、ファンの方がいらっしゃいますけれども、まあ私をね、けどそこまでハマる魅力わかります？やっぱこうマナカンっていうのはやっぱこう可愛いというか魅力的な、ところがございます。で、今回ですね、ロケは沖縄で行われました。ね、沖縄、青い風、青い海、って行きたいところなんですが、まあ、ハローメン、写真集あるある。どうも天気が悪い。なかなかですね、沖縄っていうの天気が変わりやすいようでして、まあ、一筋に青空とはいかないようなんですね。まあ、ちょっと暗い森空とかの中ではありますが、ただ、マナカンの笑顔は太陽さ。なんか君の笑顔は太陽さとか、なんか横山玲奈ちゃんにも通じそうな感じなんですけれども、まあマナカン23歳ということで、
まあ、で、先ほど、なんとか大福だということで、まあ、少しこう、ふくよかな感じのイメージで見たら、びっくり！生のびっくり！あのですね、まず言うと、簡単に言うと、体が引き締まってます。顔もそうですし、こう、やっぱ、体腹筋とかですね、こう、かなり絞ってるなっていうのがあって、こう、びっくりしましたね。これはもういいものを見させていただいてるなと思っております。なんていうかですね、顔はどちらかといえばこう、ね、顔つきは子供のようで、で、体つきは大人のようだという感じでですね、こう、なんかくびれとかもあって、こう、ボディですね、についてはもう大人だなと。で、一方、顔がですね、ちょっとこう、写真集、こう、ざっと眺めてて思ってたのがですね、こう、上見遣いになると、それこそ北海道のハロープロのですね、先輩、モーニング娘。の OG ですね、今野浅見ちゃんですね、杉浦さんのですね、当主の、奥さんですね、日ハムのですね、まあ、ちょうど北海道の先輩という、で、ハロプロの先輩にもちょっと似てるなと。ね、逆に伏せ目がちになに、こう、ちょっと下も眺めてるところは、現役のモーニング娘。20の横山玲奈ちゃんに似てるなという印象がございます。まあ、要はですね、どちらもこう、目が大きくて、クリッとしてて、こう、チャーミングだなという感じがします。もうとにかく、可愛い顔ですね。親方好みの顔なんですよ。目がパッチリしてて、ですね、笑顔が似合うっていうの。いやー、今野浅見ちゃんとかね、まあ私一つ下でしたけど、中学校の時とかまさに世代で、13人がかりのクリスマスってこう、スーってこうなんか、歌ってたのもね、印象的でしたし、横山もね、この間、まあ、写真集も買いましたし、リミスタの新曲サイン会ではサインをいただくほど、横山も好きですね。ちょっとコロナが心配でしたけど、まあ、なんとか陰性だったということで、一安心はしております。まあ、だから本当この稲葉っちょですね、まあ、マナカンは本当に、こう、可愛いなっていうところは印象がございます。まあ、特にはその中で私が一番好きだったの、まあ、水着から、下着姿、というかですね、部屋着もあるんですけども、一つその部屋着ですね、まあ、下着姿っぽいかな。で、こう、床に寝そべってるシーンがございます。そこでちょっとチラッとお腹が見えてるのがですね、ほんと可愛いというか、チラリズムと言いますか。こう、部屋の中でこう、日常ある中で、ね、こう、部屋着が本当なんか大人っぽい感じがして、ちょっとチラッと見えてるところがですね、ちょっとこう、キュンとなるというか、こう、魅力的だなというふうに思っております。こう全体を通じて、この、まあ、可愛いというか、まあ、少女らしい、こう、若い可愛さと、そして、やっぱりこう、23歳で大人な、眼差しと、マナカンで体つきというところがですね、こう、楽しめるなと思います。こう、一冊を通じて、この、可愛らしい、若い可愛らしさと、こう、大人な可愛らしさ、魅惑なですね、こう一緒に楽しめるのが、特にこのマナカンの、このラブリネス、写真集の魅力だと思っております。実際こう、で、実際何回かこう、まあ3回ぐらい見たんですけども、正直、ページ数足りないです。え、もう終わりなの？っていうぐらいもうどのページも面白くて、ついつい先読んで気になりますね。もう20ページぐらいこうね、真ん中見たかったんですけども。まあ本当にですね、この、とにかく可愛いというのにつきますので、ぜひ皆様もご覧いただければと思います。ぜひですね、まあ、178冊とは言いませんけども、まあ、1冊ね、お手に取って、こう、楽しむと、マナカンを堪能すると、なんかこう、ね、寒い今冬ですけども、元気をちょっともらえそうな気がします。ということで、まあ、非常にですね、個人的な内容で、簡単な、話題ではございましたけれども、今回ですね、稲葉マナカさんの写真集、ラブリネスのご紹介、そして、マナカンのプロフィールについてご紹介をいたしました。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。よろしければ、いいねボタンね、待ってますよ。そして、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。このね、ハロプロの写真集、年内で、これで終わりと思いきや、つい先ほどですね、一冊また、発送しましたよというメールが届きました。まあ、あと実は、その一冊を含めて全部であと3冊ですね、届く予定でございます。多分ですね、今日発送した分は年内に多分2020年のうちにですね、もう一回これ多分紹介すると思いますので、
こんな形で写真集とか、まあ、いろんなライブを見た感想など、引き続きこのチャンネル動画でご紹介してまいります。ぜひハロプロのこともですね、応援をよろしくお願いいたします。親方もよろしくね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。それでは、また！